浦和レッズレディースの背番号6番ミッドフィルダー栗島あかりです。得意なプレーは先を予測したプレーです。好きな選手はイニエスタ選手です。今年の目標はリーグ優勝することです。森監督は選手のことを考えてくれる優しい監督です。去年と比べて自分たちがボールを持つ時間が長くなりましたし、主導権を握れる試合が多くなったのは、成長している部分かなと思います。森監督もよくおっしゃってるんですけど、攻撃から守備の切り替えを早くしろと言ってるんですけど、自分自身も、そこを強く意識してプレーしています。で、そこがあるから、今のサッカーができてるなと思います。で、多分もっとそこを意識が高くなっていけば、もっと強くなれると思います。リーグ優勝するためにはベレーザやアイナックに勝っていかないといけないと思いますし、そのためには自分自身が成長してチームの助けになるようなプレーができたら、優勝は近づくのかなと思っているので、チームでやることを意識しつつ、自分の成長ももっと成長していかなきゃなとは思ってます。大変な時に点が取れる、自分フォワードじゃないですけど、森さんもよく言ってて、ボランチの選手とかミッドフィルダーの選手がもっと点取れるようにって言ってるので、チーム大変な時に自分が点を取って助けられる存在にはなりたいです。毎試合そうなんですけども、見に来てくださってる方にもう一回見に来たいと思ってもらえるような試合をすることが、私たちにとって必要なのかなと思うので、31日の試合は多分暑いと思いますが、走り切って勝利を召したいと思います。見ていただいたら分かると思うんですけど、とてもはつらつとしたプレーで、見ているこっちが元気をもらうというか、一緒にプレーしてるとすごく助けになります。花はそのピッチ離れたらすごくいい子なんですけど、ピッチ上ではしっかり闘志もありますし、戦えるのですごく頼りに なってます。自分的には前線にいた方がいいかなと思いますけど、自分がこう前向いて、基本こう前向いてプレーしてるじゃないですか。で、花がいると本当になんかちょっと野獣みたいで、すごく自分も頑張ろうって思えるんで、すごいボール来てもすごい一生懸命追ってくれるので元気が出ます。もう少しでリーグ後半戦が始まりますが、リーグ優勝に向けてチーム一丸となって頑張りますので、後半戦もよろしくお願いします。